どうもランジャタイにヨルトです。どうも。ついに2人になったんですね。あーそうか、あの干されましたね。やっぱね、あ、やっぱ映っちゃダメ。モザイクかけ、モザイクかけてくださいモザイクかけてくださいね。干されてないんですよ。全体的にモザイクかけてくださいね。干されてませんので。え、はい、干されてますよ。はい、今後も2人と一緒に富山のいいところをよろしくお願いします。お願いします。大丈夫です、映って大丈夫。大丈夫。なんで森に呼び出されたんですか、僕たちは。あ、今日はここ大丈夫ですか。なんか僕らに何かする気じゃないですよね。あの今日ちょっとあれですよ。え、何ですか。お二人には、うん、ちょっとあの地獄を見てもらおうかな。いや怖い、 いや怖いな。地獄を見てもらう。あなたの子です。地獄、なんか今のところいい感じですけど ね、天国の森林の、うん、地獄とは思えないけど、とっても何も分かんない、天国だけど、うん、え、なんか、うん、なんですかあれ。なんすか。何、球体がありますね。3って書いてあるよ。これは、うん、ここから行くところのヒントにもなっているものなんですよ。そうなんすね。なんか入ってる中に。中に入っとるんやな、水晶、なんだろう、ローかな、見たかった。なんか光ってるね、何ですかね。見ないんですか。これなんていうとこですか。マンダラケ遊園の。マンダラ遊園ですね。マン、え、毛はいらないです。中野マンダラケじゃないですか、ここは。違いますよ。マンダラ遊園。え、ダメですって。ちょどうしたんですか。ちょっとディレクター。今から体験するとこ先に調べて何が面白いんですか。すみません。ね、テレビのセオリーは無視しないでください。行きましょう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 。こっちですか。はい。前に。こっち。わあ！ジュース。ジュース。うわあ！大丈夫ですか今日。だいぶ情緒不安定なことですよ。あ、見て。さ、気になる。これ、あ、こっちも。なんだ。あ、気になる。4。これ何これ。オーケーグーグル。いや、オーケーグーグルじゃない。オーケーグーグル。マンダラ遊園。ダメだ。石。ダメです、ダメです。なんかちょっとこう、空気が変わったなって思いません。え、音は鳴った。ちょっと。耳を澄ませてください。え、耳を。よく澄ませてください。あれ、これ、あれ、篠原涼子。篠原涼子さん、いる。嘘。いるの。いないですよ。いないぞ、ほら。はいはい。どこ、どこ。小室さんもいる。小室さん、どこ。小室さん。スマホ没収しますよ。え、でも気になるな、はい、気になります。ほら、耳を澄ましてください。何の音に聞こえます。あれ、これは、え、もしかして嘘。え、ハマちゃん。ハマちゃんいる。嘘だ、ハマちゃんだ。ハマちゃん来てくれたよ。嘘、この富山まで。え、ハマちゃん、ハマちゃん、ハマちゃん、どこ。ハマちゃん、ハマちゃん、ハマちゃん、エイチジャングルさんや。ハマちゃん、そう考えたら、これもこれ吉本のマーク見えてきた。あ、本当だ、吉本のマーク。吉本のマークや、これいる、いる。ハマちゃん、ハマちゃん、来てくれた。ハマちゃん、ハマちゃんじゃない。ちょっと待って、一番欲しいの、え、なんで運って言うんですか。ハマちゃん、ハマちゃんじゃん。ハマちゃん来てくれたやん。今日技術さんまでおかしくなってる。ハマちゃんですか。ハマちゃん、ハマちゃんや。ハマちゃん、手振ってるわけじゃなくて、ハマちゃん。じゃあ国崎さんね、違いますっていう、ね、今の子供に、うん、理解できるかな。いや、うん、うんってうなずかれてますけど。嬉しい、ハマちゃんですよ。いや、ハマちゃんじゃない。はい、大変だ、疲れた。あ、入りました。あ、入りましたね。なんすか、なんかびしょびしょですよ、これね。今からね、お二人にちょっと地獄を味わってもらうんですけれども、はい、これなんだかわかりますか。これなんかあのモナカの三途の川ですよ。三途の川ですよ。だから現世とこれね、うん、大丈夫ですか。三途の川ですよ。え、
丈夫ですか？散歩が大丈夫です、私。大丈夫ですか？慣れてますんで。はい。慣れてる。常連さん。最後側慣れてるって言ってましたよ。まあ、そういう方もいらっしゃるんですか？地獄と現世を行き来してる、ペティが。そうです、そうです。すごいな。普段何やられてるんですか？こちらで皆さんのご案内を。なるほど。水先案内に。ここはなんか地獄なんですか？地獄なんです。ちょっと教えてもらっていいですか？ここまだこの世で、はい、現世であの世で、これエンマ様のお裁き受けてください。あれ、あれハリセンボンなんとかですか？ハリヤマ地獄。あれ、なんだった？ハリヤマ、ハリヤマ、ハリヤマ、やだー、やだー、やだー。ありがとうございます。いい人だったな。これ聞いた通り三途の川だ。お裁きが。すごい、なんか国崎さん、ロケっていうのには順序があるんですよ、国崎さん。すごい、絶対ダメ。すごい、ちょっと誰か助けて。あー、そこダメ。そこは国、ちょっとマネージャーさん、どうなったの？考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。いつも頼んでたのはライス。あの後ろから行ってたら地元の子が俺をアトラクションだと思って、俺がチキンライスだって壁から出てきたから、あーって今の子供に理解できるかなんでいるの。まあ一番怖いのはチキンライス歌ってる大人が壁から出てきたら。地獄見ましたね。地獄だったね。いや、それはうなずきますよ。ほら、見てください、あれ。もうむちゃくちゃ逃げられてる。嫌いにならないでね。館長です、館長。全然岡田館長。岡田館長にまだよ。館長。岡田館長。館長。じゃあ、パリンでジャンプして、せーの。はい、しませんでした。はい、起こせよムーブメント。
近所のおばちゃんが、はい、僕のことは大好きなんですけど、テレビに映るかっちゃんは大嫌いって言ってました。たまにはこうして肩を並べて飲んで地獄の世界から救い出してくれるっていう。たまには地獄を巡るのもいいもんですね。やっぱり寝ないでくださいよ絶対。伊藤さんどこ行ったんですか。伊藤え